皆さんこんにちは。今日は4月14日、2つ目のテーマはですね、安倍外交なんです。私は外交の経験者ですから、どうしても安倍外交に目が行くんですけど、あまりにも安倍外交は迷走していると。私は昨日安倍4選ということを言いましたけど、今日の新聞見てると安倍さんは45歳でですね、65歳でですね、まだまだやれるんだということを言ってるわけですから、まさに私は安倍さんはやりたいと、もう3選じゃとてもじゃないけどやりたいことできなくてですね、4選までしてあと6年ぐらいやってですね、自分の外交やりたいと、もうこう思ってるに違いないということなんですけど、しかしその安倍さんがどんな外交をしているか、一つはですね、その私が言いたいのは先送り外交っていうのが今日新聞記事に出てたわけです。で、一つは先送り外交っていうのは、その今まで北朝鮮の人権侵害に対してですね、国連の人権理事会に対して日本はヨーロッパと一緒になって共同決議案を出してきたわけです。つまり北朝鮮の人権、批判決議案ですね。 ところが今年はそれを出さないっていうんですよ。そしてその記事によればですね、今年はその拉致問題が重要でですね、金正恩と首脳会談しなくちゃいかんと、そういう時に金正恩を怒らせたらできなくなるかっていう北朝鮮に対する配慮で遅らせたっていうんですよね。で、私はそれを見た時に、なんと情けないのかなと。つまりその、情けないだけじゃなくてピント外れ、その今頃人権批判決議を先送りしたぐらいでですね、金正恩が安倍首相と会いたいと言ってくるはずがないんです。金正恩はとにかく最も求めていることはですね、アメリカとの首脳会談でですね、非核化を合意してその見返りに、経済制裁解除と、これですね。そして日本との関係ではですね、一貫して言い続けているのは、かつての植民地支配の日本に対するですね、謝罪といいますか、正しい歴史認識を持つということです。で、この2つはですね、実は安倍さんが最もですね、これまでやってこなかったことなんですよ。だって非核化についてはもう足を引っ張ることばっかりしてですね、そして今度の首脳会談の決裂もよかったよかったって言ってるわけですね。で、制裁緩和なんかするなと。だから金正恩してみろこの野郎ということですよね。現にそれはもう労働新聞が言ってるわけです。もう一つはですね、やっぱりなんといっても日朝国交正常化なんですね。小泉さんがやった平壌宣言と同じようにですね、拉致問題とその国交正常化が一体にして解決して、そして経済協力、賠償という性格を持った経済協力を欲しいと、これなんですけど、安倍さんはこれを断固拒否してるわけですよ。ですからこの基本的な政策で金正恩の望みを叶えるどころか敵対する安倍首相にですね、人権決議案を送らせたからといって譲歩するはずがない。で、もう一つの先送りはですね、これはもっと深刻なんですけども、日経新聞が習近平首相の6月の訪日でですね、もう国賓にしないと、国のゲストとしないということが、2日前の日経に報じられたわけです。で、これはその後どの新聞も報じませんから、ひょっとしてその先走りの記事かもしれません。だけどその日経の記事はですね、はっきりとこう書いてたんですね。つまりトランプ大統領を国賓で5月に迎えると。で、その直後に習近平を国賓に迎えるとですね、トランプに対して失礼だと、トランプが怒り出すとってのことが先送りの国賓先送りの理由だと書いてあるんですね。で、こんなことをですね書かれてですね、習近平が怒らないはずがないんです。ですから場合によっては習近平はもう行かないと言ってるかもしれない。だから慌てて安倍首相は今調整してるのかもしれない。だから日経新聞の記事が先走った記事になったかもしれない。しかし日経新聞はないことを絶対書きませんから、そういう話があったことは間違いなくてですね、
私は中国と日本との関係というのはこれから重要になっていくし、安倍首相自身がですね、中国との関係は改善したと、軌道に乗ったと言って自画自賛しているわけですから、その時にこんなバカなことをやってですね、それを日記に書かれて中国を怒らせて来れなくなったということは、もうこれは外交の間違いどころか一貫性がまるでない。ですから私は安倍外交はですね、いろんなことをやりながら失敗の連続でですね、ついに狂ったかと、外交そのものがもう崩壊してしまったという気がしてなりません。